みんなめっちゃモリモリと作っていくやん。モリモリ作るっていう擬音がちょっと合っとるかわからんけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことでね、ハートめっちゃ集まったけん、とりあえず行きますか。はい、船着き場にワープします。さあ、イエティ連れてこよう。イエティもはやいらんような気もするけど。アイナさん、どこに行くでやすか。はい、ってことでこのヒエヒエ島に行きます。200ポイントでヒエヒエ島に行けるようになりやす。ホールをビルドするでやすか。はい、お願いします。さあ、行こう行こう。ヒエヒエ島に行けるようになった。やったでやす。これでヒエヒエ島に行けるようになったでやすよ。はい、行きます。オッケー。貴重品はなくさないように船着き場の保管用の袋に入れておきやす。さあさあ、船に乗るでやす。すぐに船を出しやすよ。これは魔物の餌はちゃんと持っとんよね。え、ちゃんと持っとんよね。あー、指導がいない。船の先に指導がいないよ。でもさ、空っぽ島には一緒に来たやんか。お、到着。素材島、冷え冷え島、冒険スタートー。指導は空っぽ島のどこにおるんやろうね。ちょっといまいちわからんけど、てか本当におるんかな。探し回っても絶対おらん気がするんやけど。さて、行きますか。冷え冷え島、イエティを求めて。えい。え、怖っ。あ、別に怖くなかった。なんかめっちゃ穴が開いとんかと思った。あ、チェック、氷を発見した。なるほど、これ氷なんやね。ん、雪、今度は雪ですか。イエティどこにおるんやろ。その辺におるかな。まあでも動物よりかは見つけやすいんじゃないかなと思うんやけど。てい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 、く、全然おらんやん。何、ちょっと魔法とか使ってこないでくれる。どの辺にいるんだイエティ。あれ、なんかでっかめのドラゴンがおるんやけど、挑んでいかん方がいいよね。お、これを見て、これビルダー100系じゃない多分、分からんけど。素材島やし。ほら、ビルダー100系を発見した。すごくない。いいね。なんかこういうの見つかったらめっちゃテンション上がるね。モンスター来ないでくれる。空気読んで、空気。あ、ここから入れんのや。え、わわわ、魔物だ。誰かおった中に。どっから入るのこれ。あ、ここか入り口。あ、人人人、おったおった。ん、あ、驚かさないでよ。僕はティモ兵士なんだけど、争いは嫌いさ。君の島は平和そうだね。君の顔を見ればわかるさ。え、顔で判断する。そうだ、僕を君の島に置いてくれないか。いいよ別に。あ、ありがとう。君の島に行くのが今から楽しみだよ。ティモが空っぽ島の仲間に加わった。おー、思わず仲間をゲットしたわ。やったね。何の役に立つんやろ。兵士やけど争い嫌い、戦ってくれるんかな。まあ別に建築要員でも全然いいんやけどさ。え、何、モンスターおる中に。あ、これは置物か。なるほど、すげえ。なんかかわいい。めっちゃかわいくないこれ。え、超かわいくない。何、戦ってるもしかして。戦ってるもしかして。ここは図書館ってことなんかな。ぽいよね。すごい、こんな感じ。すごいね、こういうの作る人。あ、2階があるよ、2階が。おー、2階もゆったりと本を読めるスペースが広がっている。あ、おかえり。あんまり体力減ってないね。もしかしたらやられるかなってちょっとね、心の中で思いよったんやけどね。ティモはついてこないの。あ、異常なーし。なるほど、自分の場所を。こ、
看板って読めるん？本の持ち出しはできません。あ、ちゃんとそういうの書いとんや。へえ、すげえ。でもあれなんやね、ビルダー百景の中に入ったら必ず音楽が鳴るわけではないのか。私絶対鳴るんかと思いよった。ちょ待って、あのドラゴンには近づかないとして、イエティね、イエティはいないの？なんかこの辺人工的なものが。破れたロトの旗を発見した。なに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 、何の声？やめてよ。なんかさ、全然イエティじゃないモンスターがいっぱい寄ってくるんやけど。え、イエティいるんだよね、ここ。え、イエティいるのよね、ここ。いや、違うわ。くっ。何この辺の。野ざらしの鎧。あれか、ムーンブルクにあったのと同じようなやつか。魔力の推奨岩。なんかモンスターはすげえ多いんやけどな。ね、なんかすごいわら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 おるんやけど、肝心のモンスターがいない。枯れ草原の土。ムーンブルクにはいっぱいおったんやけどな、イエティ。あのイエティじゃいかんの？いいような気がするけど、まあまあとりあえず冷え冷え島だと言われたから冷え冷え島で探そうと思うよ、私は。お、あれじゃない？おってやん、イエティ。あ、乗った。乗った。乗った。ちょっと一瞬びっくりした。ほら、イエティ。ちょ待って、イエティ、イエティ。あー痛い。あー痛い痛い痛い。君に用はないんだけど。痛い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 。君素手だよね。君素手だよね。大丈夫？何今のシャキ。お、なんか落とした。魔力の水晶。魔力の水晶って落とすんやね。でででででで。ボボ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 。まだやっつけれてないのか。お、イエティが仲間になりたそうにこちらを渡します。イエティを手なずけた。よし、これで連れて帰ろう。イエーイ、イエティついてくる。え、ついてき、ついてきてるね。帰ろ帰ろ。あ、結構動いたんかな。え、なにこれ。あ、ビルダー百景か。ビルダー百景上陸拠点船着き場。はい、ワープします。思ったより歩いとった。ちょっとびっくり。ズラ、イエティの語尾はズラなのね。素材島を訪れるたびに景色が変わる島でやす。荷物の置き忘れにご用心でやすよ。あ、それはさ、なんか思うんやけど、景色が変わってもビルダー百景には絶対にワープできるの？あれ、場所が変わってもできるってことかな。いいねそれ。はい、出発します。わかったです。それじゃあ島に帰るでやすよ。さあさあ、船に乗るでやす。すぐに船を出しやすよ。はい、到着。じゃあすぐに雪原のところに行ってあげんとさ、暑くて死ぬんじゃない、イエティ。保管用の袋の持ち物を受け取った。ティモは青の開拓地へ向かい始めた。お、お、イエティも。あいな。ルルどこ？おい、来た来た来た。お帰りなさい。イエティを仲間にできたのね。この子なら雪原を作れそうだわ。あ、全然二人とも向かってないけど。ルル、あれから資料を探してるんだけど、なかなか見つからなくて。アイナはイエティとみんなのところに戻ってて。あの餌付け男はルルが何とかしてあげるから。おるんかな。それじゃあ後でね、アイナ。このイエティと一緒にルル大雪原を作っておくのよ。雪原はもう作ったよ。まあ、とりあえず、帰るけども。青の開拓地。
はい。こっちか。お、帰ってきたよー。イエティを連れて帰ってきたよー。あ、おったおった。ほっほっ。ほっほっほ。見事にイエティを仲間にできたようじゃの。ジューマ兵団時代を思い出すわい。ジューマ兵団時代。あとはどうやってイエティに雪原を作ってもらおうかじゃが。まあ、でもやってみたい、イエティでも。ララライエティー、ルラライエティー、どん。白いイエティが大好きなのは、レンタッタ、されは、踊り出した。レンタッタ、冷たい食べ物。イエティは冷たい食べ物が大好きさ。アイス的な？僕の記憶が確かなら、僕が捕まっていた船のイエティは、棒に刺さった冷たいお菓子を食べていました。そのようなもの、ジューマ兵団じゃとわしも知らぬが、お主なら作れるんじゃないか？アイスじゃない、アイス。思いついた。新たなレシピをひらめいた。アイスキャンディー。何ムードキュートって。そんなものある。暑い日に食べたくなるアイスキャンディーの飾り。地面に置くとイエティが周りを雪原にしてくれる飾りなんや。キュート。なんかこれはあれ、飛び盛りとかでいうラブリー家具とかそういう感じ。まあ皆様ん。おお、そんなところから。何をひらめかれたのです？アイスキャンディーとは一体。わしはピンときた。それを地面に刺せば、刺した場所をイエティが雪原にしてくれるのであろう。そういえば近くの海岸に氷が流れ着いていました。ひょっとすると素材にできるのでは。ほほほ。ではあゆな、アイスキャンディーを作って地面に置き、雪原を完成させるのじゃ。お、ポストの手紙が。おう、あゆな。みんなどこから湧いて出てくるんだ。雪原を作る方法が分かったのだな。さすがは我が師、さすがはビルダーだ。君がイエティを探しに行っている間に、我々で城作りに用意しておいた。お、設計図が完成。城を作るための素材は我々ですでに用意してある。これで我々はいつでも城を作れるぞ。よーし、我々の城作りの始まりだ。我々で最高のビルダー城を作ろう。君以外の我々でな。おお、頑張ってみんな。というわけで、城作りは我々に任せてくれ。君はイエティと雪原作りを頼むぞ。雪原の作り方。地面にアイスキャンディーを置くと、イエティがあまりのうまさに吹雪を吐き、あたり一面を雪に変えてくれる。どういう。まあじゃあとりあえず、ね。どこでしたっけ。ごめんね、モンスター無視するけど普通に。え、こっちで合ってた。こっちで合ってるんかな、そこかな。あるわあるわ。はい、メッキッキ、そういう鳴き声なのね。とりあえずアイスキャンディー、アイスキャンディー、あ、あった。はい、アイスキャンディーを、まあ1個でいっかね。雪原はもうできてるから、さーて行こう行こう。よっ、全然相手にされてないやん、大丈夫。あ、作りよる。作り出しよりよ。おー、いいね、いいね、いいね。ってことで、ちょっとこの辺にアイスキャンディーを置かせていただきます。あ、範囲が。でも範囲狭っ。え、ちょっと待って。あ、狭くはないんか。こういう範囲か。はい。アイスキャンディー刺した。お、来た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 。おー。舐めたね、舐めたね。なんか、ね、なんか植物まで咲いたんやけど。え、マジでそういう感じ？植物まで咲いたよ。で、あとはビルダー城を作ろうと、魔物を倒す罠を作ろう。魔物を倒す罠、これ作らんといかんの？設置しただけじゃダメなんかな？ちょっとよくわからないんだけど、魔物を倒す罠。罠、罠。だってさ、罠さ、いっぱい、はい、できたやん。はい、できたやん。それを設置したんでいいんじゃない？ダメなの？とりあえず置いてみよう。ほいっと。
ななんか入れてるの入れてるの。ここが入り口ってことかな。じゃあちょっと入り口前とかに敷いとく。どっちの方向から敵が攻めてくるかよくわからんよね。あ、すごい、なんか枠組みが結構しっかりしてきたね。まあ私は何もできないけど、ゲンやないか。へい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 。とりあえずあの入り口周辺に敷いていくね。あ、ここも壊される。めっちゃ壊されてくんやけど。あ、なんかみんなも、いや、しまわないでしまわ、ここは何か置くってことなのかな。なんか書いたわ私。あ、ここ邪魔なんや。なるほどね。どこまで前せり出してくるの。ここは大丈夫。てかちょっと待って、よいしょ。あ、なるほど、階段つけるの。なるほど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 。邪魔だわそこってなったんよね。はい、申し訳ないです。とりあえずじゃあこの範囲につけてくね私。ね、私が頑張って敷いたやつをさ、速攻で剥がされたのはちょっと悲しかったんですけど。まあでも、まあまたそのうち罠の場所も変えるかもしれないから、とりあえずはこの開拓レシピをクリアするっていう名目だけで私はせっせと罠を設置しています。ね、あとこの辺大丈夫？外さない？でってってって。なんかこの辺なんか作りそうじゃない？大丈夫かな？え、でも結構なんか、速攻で出来上がるね。パーセンテージもあっという間に上がっていく。でってってって。あ、大丈夫そうかな？もうダメそうやったら剥がして。また遠慮なく剥がしていくと思うけど。はい、はいはいはい。とりあえず私はお城の前面に罠を敷いていくね。はいはいはい。みんなめっちゃモリモリと作っていくやん。モリモリ作るっていう擬音がちょっと合ってるかわからんけど。開いとるよね。ですよね。はいはいはい。ほら、この前面やっただけでももう 100% いくんじゃない。全然いかんや全然いかんや。なんか 80% から動かんくなったんやけど、どういうことですかね。あれ、なんかここまでは結構順調やったはずなんですけど、急にパーセンテージが上がらなくなったぞ。どんな感じみんな。でもあっという間に出来上がりそうやね。え、なんな、設計図かかんでも全然大丈夫やん。ちょっと私、あ、違う。あ、何、どうだ、雪原作りは順調か。雪原作りもうできてるよ。君は雪原を作りながらもまだそのように浮かない顔なのだな。やはり指導のことが気がかりか。まあね、私も責任は感じている。しかし私や君が声をかけても余計に話がこじれるだけだろう。今ね、とりあえずルルが言ってくれてるけんね。指導のこと今はルル殿に頼むとしよう。うん、そうしよう。え、海岸にいるのか。どうなってるんだ俺の体は。あいつが物を作っていくたびに俺は、え、何、私苦しめてます。よくぞ今までビルダーを守り助け、物を作らせました。え、それが目的？守り助け、物を作らせて最終的にみたいな。しかしそろそろ用済みです。茶番はもう終わる。用済みというのは私がってことかな。うぐわー、ここにルルが、起きた。指導！どうしたの？大丈夫？探したんだから。ルルか。心配ない。ちょっとめまいがしただけだ。で、何の用だ？何のようだじゃないわよ。いつまでアイナと喧嘩してるつもり？いい加減仲直りしなさい。せっかく物を作っても、指導も知らなくつまらないわ。さあ、ルルの命令を聞きなさい。
いつも通りやね。黙れよ。最近はあいつとりとむしゃくしゃしてくる。何か壊したくて壊したくてたまらなくなる。俺にもどうしたらいいかわからないんだ。シロウ。なあ、ルル、教えてくれ。物を作ることと物を壊すことは、あいつと俺はやっぱり。ルルにはよくわからないけど、あなたはアイラとずっと一緒に冒険してきたんじゃない。きっとそこから答えを探るしかないわ。わからないんだったらアイラに聞いたらいいわ。アイラに助けてもらえばいいのよ。うん。アイナはいつもあなたに助けてもらってるでしょ。シロウだってアイナに。小賢しい女ですね。私が息の根を止めて差し上げましょうか。やめてあげて。やめてあげて。ダメだ。やめろ。ルルの髪色かわいいよね。ルル、俺の前から消えろ。もう俺に構うな。シロウ。ああ、ルルでもダメだったか。きっと大丈夫だ。シドウも君のこと、なんか空模様が怪しくなってきたけど、この気配は。せっかく我々の城作りが盛り上がってきたところだというのに、盛り上がっとったよね。アイナ、どうやら敵がやってくるようだ。私についてきてくれ。ということで、ちょっと今回は私この辺で終わりにしようかなと思うわけですよ。とりあえずここ一列だけやっとこうかな。てか 80% まで来たのにさ、完成しろよって感じよね。異常な足じゃないよ、異常あるんだよ。わかってます？てか君誰？今回連れて帰ってきた子かな。なんだか誰が誰だかよくわからんのだけど。ほい、ということで、ちょっと待って。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれかな、一種類だけでやろうとしたら、とりあえず時輪の 80% までしか無理よみたいなのあるんかな。わからんけど。